疲れ様です。山です。コントロール続きやっていきます。さあ、迷路戻るんすけど、これちょっと気づいたんですけどね。これなんだろう。ほうきで作られてる。その場のあり合わせというか、今までさ、コントロールポイントってなんか、ちゃんとしてる機材で作られてたじゃないですか。ほうきなんだよね、これ。ほうきだし、これ多分洗剤の容器だよね。ねえ。アーティーが作ったのかな?だから、物は別に何だっていいってことですかね。わかんないけど。はい、で、ちょっと待ってね。なんかゲットしてたよね。ホットラインで、これかな?牙?ここが始まりってこと?かな?え?あ、すげえ、ほうきだ。ここからこのオールデスハウスが広がってったみたいな感じ?なんでしょうね。ここちゃんと使えんの?みたいな。どうしよう。基礎あげようか。はい。すげえ増えた。アストラルビ、これちょっともう上げらんないよね。あー、でもハウスメモリが、あ、そっか。いや、まだ上げらんないっすね。はい。はい。じゃあ迷路っすね。で、行くんですけど、今ね、物語的には、ほぼ終盤ですね。まあ、題名でしか見てないんですけど、ポラリスっていうのが今、1個手前かな?終盤のね。だから、もうすぐっちゃ、もうすぐっすね。あとはサブクエどうしようかなっていうのはあるんですけどね。まあ、いっか。うわ、これ目がやられるやつだ。この模様、あ、で、これ、そう。連邦捜査局の人が作ったやつはこれなんですよね。意味はわかんないけど、ちゃんと作ってるよね。三脚の上になんか作ってさ、ね。ケーブル繋いで、みたいな。これなんだ?灰皿の迷路。ちょ待ってね。ちょ待って。一応これ、著作権大丈夫っぽいんで、やっていくんですけど、大丈夫かな?ダメだったら俺の声だけでいくわ。コントロールの歌が流れてますね。すげえ。この歌なんかかっこいいけど、歌詞が1個しかないの?すごいな。敵じゃん。いや、かっこいいけど。このゲームに出てくる BGM めっちゃかっこいいんだよね、大体どれも。これオリジナルの BGM ってこと?めっちゃかっこいいな。ジェイクってなんだ?おい。オッケー。喋っていいね。お。
曲調変わった？なんだこれ。なんか迷路だから怖がるべきなのかなみたいな、あるんだけど、なんかBGM に持ってかれちゃうね。笑ってる。ちょっと待ってね。これ何なの？ BGM すごいけど。爆破にしましょう。はい、開いた。すげえ。かっこいいな BGM。 はい、やっぱ音って大事だよね。何にせよこのゲームに、ゲームだからといってね。壮大な BGM だね。なんだ、出てきてんだけど、みんな。で、今か。ああ、黒塗りんとこ。全部まさか迷路？無理。おお。おお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 、押された。階段。まさか BGM 終わるまでに行かないと抜けらんないとかないよね。おお。カセットテープの効果が切れてさ。もう一人いなかったっけ。でしゃばりの傾向どう実況していいか分かんない。あああ、もういただこう。はい、OK。 マジで、遠いな。おいよ。ナイス。ウィレット隊長。
ナイス。今こっちも行けたな。これはただの遮蔽物か。上も行けるな。てかずっとアーティはこんな BGM 聞いて仕事してたの？すごいノリがいいけどね。で、これ上は、いけないね。高さが足りないね。足りないっすね。はい。おい。あ？今のか、ん？どうした？逃げらんないやつ、ん？お前だけ。お前だけ？どうした？なんか、迷路がこっち味方してるというかさ。結構敵いたよね。うわ、すげえ。あそこか。いや、いけないよね。ん？ちょっと待って。あ、なくなった。これちょっとずつ進んでいくパターンか。やばい。移動しちゃダメだね。どうしようか。BGM かかんのかな。ああ、戻れないんだ。そっか。かっこよかったけどね。え、何？今の BGM もらえんの？ちょっと待って。あ、網観測エリアまた？おお。確かに。このゲームのボスはダーリング博士かな？あ、ちょっと待って。いろいろゲットしたよね。BGM 大丈夫かな？事件ファイル。あ、パワーオブジェクトなんだ。この迷路自体が。はい。灰皿とタバコっていう、パワーオブジェクトっすね。ちょ、まあ、多分手前にあったよね。確かに変な名前だとは思ったんですけど。入り口かな？出口にもあったと思うんですけど。これ、ああ、BGM。ちょっと待って。おー。また帰れるんだ。はい。これが、パワーオブジェクトですね。あ、終わった。おもろ。あ、まあ、意味はわかんないですけど、あ、そっか、その結合者に招かれるって意味が、そのカセットテープの音なわけだ。なるほどね。これ
これか。オールドゴッズの、オールドゴッズオブアスガルドかなの、テイクコントロールっていう歌ですね。あ、ジェイクコントロールって言ってたのが聞こえてたんですけど、テイクコントロールってずっと言ってたんですね。歌詞でね。で、スライドスケープ36。We used the slide projector. I led the expeditions into Slidescape 36. They told me not to go. The director should not put himself in danger. I told them to fuck off. I've seen action before and I had to witness this myself. To find some meaning in all of this, I couldn't sit on my ass. Alone with my thoughts, my memories.Anything but that. Those who survived were deeply affected by what we found there, by what Darling brought back. It changed everything. Whether that's a good thing or a bad thing remains to be seen. But I did find my meaning in that desert. A sound, like a needle drilling in.Cutting through the containment suit and reverberating in the base of my skull. My whole being. Darling said it was nothing. But he was wrong. It's been there ever since, growing into a certainty, into an understanding of what's at stake here, what kind of a threat we're facing, and what must be done to stop it.うん。スライドショー起動したら、起動して別事件行って帰ってきたら、やばいものを持って帰ってきたと。まあだから、ジェシーとか、ジェシーが頑張ってね、封印というかまあ、封印しようとしていたものを大人たちが、扱いきれずに、こういうことになったという。どうかな。はい。あれかな？次元研究。ああ、そういうことか。別次元への扉を研究する施設ね。管理人についての苦情。アーティー。ああ、アーティーがこの辺りでモップをかけていたと。ここまで来ちゃダメでしょ、みたいな。ああ、まあ、確かにアーティーは何者なんでしょうね。まあ、偉い人なんでしょうけど。おう。ただま、確実に。Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. うん。アーティーは味方でしょうね。何？ああ、これはなんだっけ。ま、音出すやつですね。でか。これどっかにあったよね。ん？違うの？これ。いっぱいあるな。なんだ？ん？はい。なんだ、爆発物はまつってるわけではないね。意味わかんないんですけど、これだけ壊れてる。なんか砂？あ、砂漠がどうの言ってたよね。でも個人的にさ、なんだろうな、いいゲームだなって思うものは、まあ、映像面に関して言えばね、どこ撮っても絵になるなっていうのがあって、このゲームはね、それに、そうなんですよね。なんか、どこ撮ってもね、絵になるんですよね。すごいいいですね。これ砂漠ってことでしょう。ああ。はい。ということで、じゃあ今回これで以上です。じゃあ、この奥でね、スライドプロジェクターをね、探そうかと思います。で、あ、ちょっと待って。アーティーがくれたね、カセットテープの歌マジでいいから、
なんかね、はい、おすすめです。リア、これゲームのサウンドトラックとかでしかないのかな？どうなんでしょうね。はい。はい、ありがとうございました。